南次郎8月10日から1955年12月5日は日本の陸軍軍人。陸軍大将制2位、訓移投降4級。軍内派閥では田中義和、宇垣一世の直系として1927年に参謀次長、1929年に朝鮮軍司令官を歴任。満州事変当時は陸軍大臣として事変不拡大を支持する。 戦後、極東国際軍事裁判にて、終身金固刑となる。大分県国崎郡高田町生まれ。1884年7月、叔父・宮崎義和の下に単身上京、9月に、ともえ小学校初級入学。その後、成績良好のために、ともえ小高等科に進級した。1888年4月、東京婦人城中学入学。 1889年9月、素行不良と数学の成績不振により翌年、校長となる、勝浦智夫から1ヶ月の定学処分を受けたのを機に、かねてから陸軍士官学校志望であったことから、後年、小玉健太郎が校長に就任する正常学校へ転校した。1890年4月の17歳の時、陸軍中央幼年学校へ、 1892年4月、陸軍士官学校に入校。1895年4月、陸軍士官学校6期卒業。旧兵連隊勤務。陸軍大学校17期卒業。1927年に参謀次長に就任。同年、田中内閣の第二次東法会議に、松井岩根第二部長と共に出席。1929年に、 朝鮮軍司令官に就くなど要職を歴任、1930年には大将に進み、軍事参議官となる。1931年4月に、宇垣の公認として、第2次、若月内閣の陸軍大臣に就任。白川義則、金谷藩三参謀総長と並ぶ、恩憲派として位置づけられ、彼らと連携して、陸軍を制御できる人材として、 シデハラ・キや安達チ・ケからも期待を寄せられていた。しかし軍政経験で見劣りしていた南は陸軍を統制できるだけのリーダーシップが十分とは言えず、宇垣にとっては救世した、旗江太郎の事前の策としか見なされていなかった。また、閣議で満州独立を唐突に表明したり、マジマ出兵をめぐって国際連盟だっなどの強硬意見を主張するなど、 立場の一貫性にも欠けていた。宇垣軍縮をめぐっては、軍政改革による余剰資金の近代化財源への充当を目指し、国庫への戻し入れを主張する大倉省と対立。就任後の同月27日、金谷参謀総長に軍縮の是非について意見を問うたところ、金谷は手段削減に否定的な態度を示した。拡大会議原の主張していた。 対中兵器全面輸出解禁の是非に関しては、シデハと同じく東北軍及び南京中央国民政府軍に限定するうがき路線を継承した。また陸将在任中に部下の軍事課長であった長田哲山が国家総動員法の策定に関わり出した。同年9月に満州事変が勃発すると、 国際協調主義を方針とする民政党政権の路線に金谷と共に寄り添いつつも、臨時参謀総長委任命令をめぐっては、政府が陸軍の対抗を抑えることに反発し、市出原とも対立したが、父春占領や春ンへの出兵要請を退りけ、金州への進出を押しとどめることには成功した。10月事件発生時、荒木貞夫の反発を押し切り関係将校の 保護原則に踏み切るも、事後処理をめぐっては極刑を唱えていた、白川義則ら長老の陸将人事への介入や、半分が帰的姿勢に危機感を感じ、極めて軽い処分で済ませている。また、荒木らからの排斥を避けるため事態を引任した、金谷の態度を、そのまま主義とみなし、これ以降、白川のみならず、金谷とも亀裂が入った。加えて、スティームソン談話事件で、 金谷が失脚すると、荒木ら行動派自身への責任追及を恐れてか、関東軍への妥協的姿勢を強めるようになる。12月の第二次、若月内閣の退陣で、陸軍大臣を退き、再び軍事参議官となる。南の他にも杉山元陸軍次官や二宮春重三謀次長、小磯国明軍務局長、立川美事作戦部長といった、 不拡大路線のう垣派は、陸軍中央要職から排除され、反う垣派、一石会メンバーが占めるようになる。犬会内閣成立後の12月より、翌年1月まで満州を視察。帰国後、昭和天皇に満州の近況を報告し、関東軍による満州の独立国家は、既成事実であり、北満進出の容易か 日満共同経営による自給自足体制の確立、満州への移民による人口問題の解決などを上層。しかしこの満州国独立論に危機感を感じた昭和天皇は犬会に政府としての意見を正し反対意見を上層させた。しかしその犬会も陸軍内部の一石会計幕僚の推進運動や世論に突き上げられ最終的には 関東軍に引きずられた。1934年には関東軍司令官に就任する。1936年、第8代朝鮮総督になり、内戦一体化を唱え、などの政策を行った。朝鮮人の中には抗議の意味を込めて、南太郎と解明届を出した者もいたとされる。南が朝鮮総督として君臨した6年間に、 朝鮮人の帝国新民化政策は推進された。後に、数密古文館、貴族院議員、第二本政治会総裁を歴任する。第二次世界大戦後、満州事変の責任で永久戦犯に指名され、極東国際軍事裁判で終身禁固刑となる。1954年、仮出国。南は、軍事思想として、国防を政治に優先すると常に唱えた。 外交に関しては、茂光葵が認めた、菅母日記、文芸春秋昭和27年8月号掲載によると、菅母プリズン内での茂光との会話の中で、外交とは、軍の行動の尻拭いをすることであったと思っていたが、今度初めて外交の重要性を了解したと語ったことがあるという。生前の南は、南のあるところ春風ありと言われるほどの人情化で、明るく、 ユーモラスな人柄だったという。しげによると、南の白髭は、先般の間でも、名物となり、菅もプリズンにおける、獄中生活ですら楽しんでいる様子だったという。義理の追いにあたる片倉忠だは、物事を対極的かつ些細に見る人であったが、単の太い、塗量の大きな典型的な、明治人であったと回想する、東京裁判での南ありがとうございます。